中央区は江戸以来400年以上にわたって日本の文化、商業、情報の中心として発展してきた長い歴史と伝統のある町です。今でも区内のあちらこちらにその足跡を見ることができます。そんな時代の足跡を皆さんはいくつご存知でしょうか。例えば今私がいるここ日本橋にはこちら日本国道路原標があります。江戸時代、東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道の五街道の起点とされた日本橋。そして明治の初め、改めて全国の道路の起点と定められました。その証がこの道路原標であり、中央区が江戸以来日本の中心として発展してきたことを証明する足跡の一つなのです。このように中央区には何かの歴史や発祥を知る目印がたくさんあります。そこで今回はこちら中央区初めて物語マップを参考に、私がいくつかの初めて物語をご紹介したいと思います。それでは参りましょう。中央区初めて物語、始まり始まり。まずご紹介するのはこちら、日本橋郵便局にあります。昭和通りの交差点に面している日本橋郵便局。この建物の北側の入り口に発祥の地の真新しい大きなプレートがはめ込まれています。このプレートは平成15年日本郵政公社が発足して新しく付け替えられたものです。近代郵便制度が発足したのは明治時代初期。その時現在の日本橋郵便局があるあたりに駅停止と東京郵便役所が置かれました。郵便役所は東京中央郵便局の前身にあたるもので、駅停止は後に郵政省へと変遷していきました。切手、郵便局、郵便箱など欧米の制度に倣った近代郵便事業のスタートに尽力したのは前島密。郵便事業の立役者が手腕を振るったこの地には昭和37年その偉業を称える銅像も建てられたのです。いや、私も仕事でお世話になった方にお礼状を出したりと、何かと普段から郵便にはお世話になってますからね。その発祥の地で、しかも郵便を作った方の像を前にすると思わずお礼を言いたくなっちゃいますよね。日本橋地域でもう一つ発祥したものをご紹介しましょう。それは銀行です。明治6年日本橋兜町に日本初の銀行、第一国立銀行が誕生しました。明治に入り破産する両替商が続出。新たに為替会社ができたもののうまくはいきませんでした。そこで明治5年政府は金融市場の安定化を目指して国立銀行条例を制定します。そして翌年に三井や小野などの財閥により第一国立銀行が創設されたのです。初代頭取は当時すでに実業家として名を馳せていた渋沢栄一で、第一国立銀行は法律に基づいた民間銀行という性格のものでした。第一国立銀行の建物は日本人の手によって建てられた初期の洋風建築物で、和洋折衷の造形は東京名所の一つになりました。銀行発祥の地となった日本橋兜町は
東京証券取引所をはじめ無数の金融関係機関が立ち並ぶ現在の姿へと発展していったのです。郵便銀行と見てきましたが、中央区を代表する産業の一つとして欠かせないものがあります。それについてわかるのがこちら、活字発祥の碑です。ここにあったのは長崎新宿出張活版製作所、後に東京築地活版製造所と名前を変え、京橋地域一帯に印刷業が根付く原動力となった会社です。明治6年にこの製造所を起こしたのは、幕末に日本語の活字を開発した本木正造の門弟、平野富士。平野はそれまで左右不均等で粗雑であった活字に代わり、精度の高い活字を完成させました。その他、この製造所では印刷機械などを製作、販売も行って、活版印刷の普及に大きな役割を果たしました。こうした実績が日本の印刷文化の大きな飛躍の源となっていきます。その功績をたたえ、昭和46年、全日本活字工業会東京活字協同組合によりこの地に記念碑が建立されたのです。また平野の会社で作られた国産の活版印刷機は、日本の印刷文化を伝える貴重な遺産として、入船にある水野プリンティングミュージアムに展示されています。アルビオンプレスというハンドプレスの印刷機は明治期盛んに用いられていたものですが、国産で現存しているものはわずかであり、特に平野の会社で作られた明治初期の印刷機はこの一点が確認されているだけです。こちらの水野プリンティングミュージアムには、他にも印刷の歴史と文化に関わるさまざまな資料が展示されています。活字発祥の地の近くにこうした資料を見ることができる施設があるのも、印刷業の発展した地域ならではなのでしょうね。いかがですか？まさに歴史がつながっているのを感じますよね。そしてこの地域からもう一つ、蘭学ことはじめの地です。明石町には豊前中津藩奥平家の屋敷がありました。杉田玄白や藩医で蘭学者の前野良沢らが、オランダ語の医学書ターヘルアナトミアを初めて翻訳したのがこの地だったのです。医学の発展に大きな影響を与えた事柄があった地、そのすぐ近くに今聖路加国際病院があるというのも歴史的なつながりを感じますよね。月島エリアにやってきました。こちらにも現在につながるいろいろな初めてがあるんですよ。まずは佃から。そう、佃といえば佃に発祥の地です。現在佃には3軒の佃屋さんがあり、それぞれの歴史と伝統を伝えています。それではこちらでお話を伺ってみましょう。ごめんください。失礼します。
私が伺ったのは筑源田中屋さんです。こちら大変な老舗というふうに伺ったんですが、創業されてどれぐらいになるんですか？大体300年近くになります。300年近く、すごい歴史ですね。最近はこちらはどういった方がお客さんとして来られる方多いですか？普段はまあ近所の方とか、あとお中元歳暮はまあ決まった方がね、よく来てくださいます。やっぱりこう季節のご贈答品としても来られる方多いんですね。こう地元の方っていうのもじゃあやはり結構多く来られると。そういう時っていうのはやはりこう箱で買っていかれるものなんですか？なくて、まあちょっとした普段のね、箸休み程度の、まあ、100グラム200グラムからお量りで、買っていかれる方多いですよ。量り売りですか？やっぱりそういったこう日本のこう古来からのというか、庶民の方の買い方っていうのもちゃんと残ってるんですね。創業300年という老舗が今もあるように、昔から庶民の味として愛されている佃煮、その由来は徳川家康の時代に遡ります。家康の命により摂津の国佃村から移住してきた漁民が築いたことにちなんで、この地は佃島と命名されました。漁民たちは白魚漁を専業とし、海上での食事に小魚を醤油で煮詰めて保存食としたのが佃煮の始まりです。住吉神社で参拝客につまみとして出されていたものが、早場町の薬師前で売り出され、安価で保存が効くことから江戸の名物となりました。その後さまざまな材料が吟味され、現在のように多様な種類の佃煮が誕生していったのです。最近の何かおすすめというか、よくこれが出るなんていうのあります？そうですね、いつもだいたい昆布、網、しらす、あさり、あとお好みですよね、お客様の。そうですか。こう買われる方ってやっぱご年配の方多いですか？そうですね。でも若い方もお友達同士で来て、入門だわなんて100グラムとか200グラムとか買ってったりと。でもそれは嬉しいですよね。こう若い人たちにこうやってその佃煮の良さっていうのを分かってもらえるっていうのはいいですよね。老若男女世代を超えて愛される佃煮。佃煮は昔ながらの味を伝える佃煮屋さんが残っています。月島地域からもう一つご紹介。晴海ふ頭から初めて出発したものがあります。昭和31年11月8日、第一次南極観測船宗谷が晴海ふ頭から南極に向け出航したのです。南極昭和基地の建設、そして太郎や次郎のエピソードで知られる宗谷ですが、もともとはソビエト連邦からの依頼で造船された体表型貨物船。しかし国際情勢の悪化で引き渡しされず、その能力に目をつけた日本海軍によって買収され、軍籍を持つことになりました。その折に石川島造船所で改装を受けて宗谷という名称になったのです。宗谷は昭和31年に初めて出航してから昭和37年の4月まで6次にわたる観測で活躍しました。現在は品川区にある船の科学館に係留され、展示保存されています。さて、いかがでしたでしょうか。今日ご紹介したのは中央区の中にある初めてのほんの一部です。このマップには他にもまだまだたくさんの場所が紹介されています。この続きはぜひ皆さんの足で探索してみてはいかがでしょうか。きっといろんな発見があるはずですよ。